史上最強の英雄は誰なのか。それは永遠に明かされるはずのない謎であった。しかし一台のタイムマシンが全てを変えた。あらゆる時代、あらゆる場所から最強を自負する英雄たちが集い、史上最強という名をかけて熾烈なバトルを繰り広げることになった。今、時代を超越した決戦がここに。その名もネオヒーローバトル、ワールドヒーローズ。初にお目にかかる拙者伊賀忍者軍団の頭を務めている半蔵と申す。今回拙者が。おいおい半蔵、そんな堅苦しい挨拶は抜きにしようぜ。それで半蔵さん、これが去年の大会なんですね。そうでござる。次の大会に備え、今までの戦いを大まかに振り返ってみようというわけでござるな。ほんと何もかも懐かしいぜ。確かこの大会での参加者は半蔵さんたちを含めて8人でしたよね。そうでござる。そこで大会の模様と参加者たちを紹介するでござる。まず拙者から紹介させていただくでござる。しかしこの大会で苦戦したことは今でも思い出されるでござるな。それは俺も同じだぜ。だがお互いかなりの修行を積んだんだ。今度は逆にコテンパンにしてやるさ。今度は風魔さんですね。おう、去年はちょいと無様なところを見せちまったが、今年はそうはいかないぜ。新たに得得した技で奴らをビビらせてやる。特に半蔵、お前にだけは負けないぜ。それは拙者とで同じでござる。次はドラゴン殿。彼は空中投げという技を使うのでござる。拙者も初めてこの技を仕掛けられた時は冷や汗が止まらなかったでござるな。俺はこいつの技を見て空中投げの特訓をすることに決めたんだ。まさかあいつも自分以外に空中投げができるやつがいるとは思うまい。今度の大会であいつの驚く顔が目に浮かぶぜ。あれ風魔さん、空中投げなら私もできるんですよ。え、そうなの。おお、ジャンヌちゃん。彼女は優れた剣士として我々を苦しめていたでござるよ。自分より強い人と結婚するのが夢だそうですね。私も結婚相手は強い人がいいな。え、リョウコちゃん、今俺のこと呼ばなかった。うん、呼んでないよ。次はジェイ・カーン殿でござる。拙者、彼のど根性とやらには一目置いているでござるよ。なんか見るからにパワフルな人ですね。そうだな。それに何回攻撃しても全然倒れなかったしよ。お、マッスルパワー。こいつは歩くのが遅いくせにかなり恐ろしいやつだったんだぜ。そうなんですか。何しろ一度相手に近寄ったらこちらが倒れるまで攻撃の手を休めてくれなかったでござるからな。そうそう、これこの技に俺らは何度泣かされたことか。あれ、ロボットも参加してたんですか。彼はブロッケンといって全身を機械仕掛けにしているのでござるよ。まったく初めて戦った時は目が点になっちまった。あ、これがあの変なおじさんね。涼子殿、それはあんまりな言い方でござる。彼はラスプーチンといって神の使いである宣教師をされていたそうでござるよ。ところ構わず花を咲かせるのが恐ろしかったけどな。
そんなわけでこの大会も終わりに近づいたのでござるが。そう、あいつがシャシャリ出てきたんだよ。あいつってキャー、誰ですかこの人は。彼はギガスという悪の手先でござるよ。地球って字が漢字で書けないのかしら。それではこれから参加者すべての後日談ともいえるエンディングを紹介するでござる。ぜひともご覧あれ。
ういったところで、クーマ殿、リョウコ殿、そろそろ次の大会が開催されるでござるよ。おう、一丁派手に暴れてやるか。それじゃワールドヒーローズ2の方もお楽しみに。かくして凶悪にして最強の戦士であるギガスも8人の英雄たちの前に敗れ去るのであった。しかし悪の秘密結社ダムドは世界を征服するため、英雄たちを抹殺するため、新たな強敵を誕生させてしまったのである。自称宇宙最強の男ネオギガス。そして全てを破壊するために生み出された男、存在こそが危機であり恐怖であり絶望であるキラーマシーン、最強最強の挑戦士リオ。再び愛まみえることになった14人の英雄たち、果たして史上最強となるのは誰なのか。そして秘密結社ダムドの野望から世界を救うことができるのか。次回ワールドヒーローズ2、新熱き英雄たちの伝説、今全ての歴史が塗り替えられる。2分間のご無沙汰でござる。拙者伊賀忍者軍団の。それはもういいんだよ。とうとう大会が開催されたんですね。それじゃお互い頑張りましょう。おっと、その前に基本的な戦い方を説明するでござる。何事も初心をおろそかにはできないでござるからな。まずは攻撃の代償を使い分けることから始めるでござる。クーマ殿、そこに立ってはくれないか。さっきから立ってるぜ。それでどうやって使い分けるんだ。攻撃の代償はボタンを押す長さによって変化するのでござるよ。一瞬だけ押すと小の攻撃が、押しっぱなしにすると大の攻撃が出るのでござる。思ったより難しそうだな。まあ要は慣れでござるよ。次に連続攻撃の説明をするでござる。風魔殿、しばらくそこに立っていてはくれまいか。だからさっきから立ってると言ってるだろ。重要なのは大の攻撃はボタンを押してからすぐに技が出ないことでござる。したがって技を出したいと思った時よりも少し早めにボタンを押すことでござるな。それと技を当ててすぐ必殺技のコマンドを入力すると連続して攻撃することができるのでござるよ。なれればこのように何回もの連続攻撃が可能でござる。おや、風魔殿、いかがなされた。風魔殿、風魔殿はしばらくお休みされるそうなので、ジャンヌ殿にため技の実演をしていただくでござるよ。ため技とはレバーを一定時間入れっぱなしにする必殺技のことでござる。ご覧のようなオーラバードやフラッシュソードがその代表でござるな。ただし下に溜めてから上とボタンを押すときはちゃんと真上にレバーを入れないと技が出ないので注意するでござるよ。そうそう、一瞬だけならレバーを関係ないところに入力してもためは解除されないのでござるよ。これを知っているといないとでは大違いでござるな。次はため技を使った連続攻撃の代表例でござる。ジャンプした瞬間にレバーをためる方向に入れることが大事でござるな。これはため技による連続攻撃でもかなり高度なものでござる。立ってキックを出す瞬間だけレバーを真ん中に戻しているところに注目してくだされ。おう風魔殿、やっと大きになられたでござるな。お前誰のせいでこうなったと思ってやがるんだ。これでも食らえ。うわっ、なんだ今のは。これが飛び道具返しでござる。
飛び道具が当たる瞬間に防御すると、このように跳ね返るのでござるよ。これも慣れが必要そうだな。まあ慣れないうちはレバーを小刻みに防御方向へ入れるといいでござる。ただしこのやり方は確実と言えないので、ここぞというタイミングを覚えてほしいでござるな。慣れれば何度も跳ね返すことができるのでござるよ。では風魔さん、よろしくお願いします。リョコちゃん、リョコちゃん、投げ技はどうやるんだい？相手に近づいて C ボタンを押すか、レバーを左右に入れて A ボタンで大攻撃をすればいいのよ。キャラクターによっては B ボタンでも投げられるので覚えておいてね。どれ、リョコちゃん、ここは一つ俺に抱き、投げさせてくれないかな。どうぞ。それではお言葉に甘えまして、と、なんだ今のは。今のが投げ返しという技よ。相手に捕まれた瞬間にボタンを押しっぱなしにしておくと相手を投げ返すことができるの。これはうかうか近寄ることもできないな。ただし攻撃をしているときやしゃがんでいるときは投げ返しができないから注意してね。またタイミングさえ覚えれば投げ返しをさらに投げ返すこともできるわ。これさえ覚えればあのディオだって簡単に倒すことができるのよ。みんなもこれまでに説明したことを覚えて史上最強を目指そうぜ。頑張ってね。それで風魔さん、半蔵さんは？さあ、どっかで寝てるんじゃないのかな。絶えず修行に励む伊賀忍者軍団の若き棟梁半蔵。拙者強き者を追い求め頂点を目指すでござる。銀河呪縛剣、その華麗な空中攻撃は相手の動きをも封じてしまうのだ。怒号聖剣、パンチボタンを連打するだけだがかなりの破壊力を持つ。対空攻撃である忍者レッグラリアートも相手によってはこのような連続攻撃が可能である。速攻斬、キャンセルを利用した連続攻撃でも基本中の基本である。長瀬、忍者レッグラリアートによる華麗な連続攻撃。神技粉砕脚、伊賀の里でも禁じ手とされている奥義の一つである。四連脚、足だけを使ったシンプルながら強力な連続攻撃である。残光連弾、アッパーを早めに仕掛ければこのような攻撃もできるのだ。半蔵を修正のライバルと定めた男、風魔。おらー、てめえの技なんか俺には痛くも痒くもねえ。おら、
らおらおら。空中投げの応用範囲は限りなく広い。ドラゴンやリョーコのテクニック集でも参考にしてほしい。虚空拳、キャンセルを利用した連続攻撃の代表例である。鬼畜爆裂地獄、相手の精神さえも崩壊させてしまう恐怖の奥義だ。スターとしての戦いを捨て大会に参加した永遠の挑戦者、キムドラゴン。ファーオー、今日から私のことを師と仰ぐがいい。アチュー、素早いドラゴンこそ空中投げの能力を最大限に発揮できる。これ以上の使い道を発見すべし。ミリオン聖剣、ボタンを連打するだけの攻撃だが、その威力は絶大である。百裂ブレーカー、ミリオン聖剣のようだが、気絶した相手を再び気絶させることができる。はい。極ドラ、パンチの連打とドラゴンキックを組み合わせた華麗な連続攻撃である。ドラゴンのフットワークと基本技はどれも強力だ。これらもその一例に過ぎない。死神ダッシュ、
ドラゴンはただ歩くだけでも相手を倒すことができるのだ。持ち前のど根性で世界を揺るがすことができるか、ジェイカーン。負けるのも当然、わしの根性は千人前じゃからな。モンゴリアンダイナミック、カーンのバカ力を活用した技の代表である。モンゴリアン大王城、ラストのハケクドーでダメージが一気に増加する。モンゴリアンダイビング、ジャンプしてきた相手を背中で受け止め、そのまま攻撃を叩き込む。モンゴリアン大断言、迫り来るノコギリから仲間を救った彼の勇姿に敬意を表するのである。戦いの虚しさを伝えるため、巨大な手足で世界を回るラスプーチン。英雄と言ってみても所詮人の子よの。デッドダンス、ラスプーチンらしい攻撃ばかりを組み合わせた奥義である。デゴピンの潜在能力は無限大だ。さまざまなフィニッシュブローで相手の戦意を喪失させろ。血塗られた運命をたどりながらも、女神のような笑顔と少女のような心を忘れることがない女剣士ジャンヌ。
サイモンステップ。ジャンヌの下突きは各欄から連続攻撃まで計り知れない可能性がある。バスターブレード、長剣バスタードバスターのリーチ、切れ味を見せつける奥義だ。ガリアンスイーパー、ジャスティスソードという聖なる名のもとに邪教を葬ったとされる奥義だ。新技である兜割りはそのリーチゆえに対応されているが、このような使い道もあるのだ。グランドストライク、ジャンヌを相手にうかつに飛び込むことは死を意味する。ゴッドクルス、その美しい風貌、絶大な威力は神の名を持つ奥義にふさわしい。求めるがゆえに全身をサイボーグと化してしまった男、ブロッケン。我がドイツの科学力は世界一。の手足、その実用例は様々だ。ここでの映像もその一例に過ぎない。サンシャインレッズオーバードライブ、その伸びる手足を生かした連続攻撃の代表例だ。ハリケーンミキサー、前作までは無意味だったこの奥義も相手によっては通用するようになった。メッサーシュミットダイビング、この奥義を受けた相手は何が起こったかわからぬまま倒されるのである。全てのベルトを手にした熱血レスラー、マッスルパワー。俺はいつでもナンバーワンだ。
ップフォーメーション。連続攻撃に加え得意のトルネードブリーカーでとどめを刺す。メンズオッシャー、新技の超ドロップキックを最大限に生かした連続攻撃である。ありとあらゆる荒海を乗り越えた海賊船長キャプテンキッド。えい、もう終わりかい。ちょっとがっかりだぜ。エルモスファイヤー、この技を得得した瞬間、乗っていた船に鬼火が灯ったことから名付けられた。バミューダトライアングル、あらゆる船が沈むと言われる魔の三角地帯のごとく相手を沈めていくのである。ソバットでキックをかわし、シャークアッパーで撃退する。見た目以上に高等なテクニックだ。ショットガン、ひたすら繰り返すパンチが散弾銃の弾丸のように見えるため、そう名付けられた。デスシックル、この奥義で見せるスパイラルキックはまさに死神の鎌である。の長となるべくこの大会に参加した男、エリック。我が妻レアよ、わしは必ず勝って帰ってみせる。うわエイギルヘブリン、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 みんなアップレッ、エイギルヘブリン、オールハンバー。ポセイドントライデント、エリックは存在自体が豪快だ。この奥義もその一角に過ぎない。フラッシュオンヘッド、エリックの剛腕は普通の盾さえも武器にしてしまうのだ。サンダーヘッドアックス、
どんな相手も押し潰せる巨体こそ彼の最大の武器なのかもしれない。ガイエス・ハーゲン、エリックの武器はまだ残されていた。それは頭にかぶった角かぶとである。柔道家として世界を旅する愛らしい勇者、日本期待の星、涼子。やったね。このように空中投げには無限の可能性が秘められているのである。各自研究を怠るなかれ。鬼殺し、かつて彼女が鬼と呼ばれた柔道家を倒した技とされているが、その詳細は定かではない。電撃二段背負い投げ、二段背負いに落雷の破壊力をミックスした究極の奥義である。行方知れずの兄を探す孤独の戦士シュラ。兄さんなら行けたかもしれないところへ俺もたどり着いてみせる。爆衛襲、素早いダッシュで背後に回り込み相手の反撃を封じてしまう。マッハ剣、その鍛え抜かれた足腰は強力なパンチを何度も放つことができるのだ。ムエイタイ、ムエタイ戦士への第一歩として語り継がれている奥義だ。真空戦、強烈なパンチによって発生した真空の刃で相手を切り裂く。
王が鍛え抜かれたダッシュ力で瞬時にして相手の喉元を貫くのだ。ハリケーン、警戒心の強いことに越したことがないが、それも彼の前では無意味に等しい。新刀客、ムエタイ戦士は敗北を悟った時、自らの技で死ぬことを決意する。神の声に導かれ戦いを決心した精霊戦士マッグマン。私には神の声が聞こえるざますよ。マッドマンは仮面の魔力によって相手を吸い寄せることができるのだ。マッドミンチャー。そしてマッドマンは仮面を相手に押し付けて体力を奪うことができるのだ。マッドスライサー。マッドマンは仮面を回転させて相手を切り刻むことができるのだ。マッドボンバー。そしてマッドマンは相手が倒れるまで殴ることをやめないのだ。ではなくファイターとして生きることを決意した男、ジョニー・マキシマム。残していった我が息子よ、生きていてくれ。フィスト、彼の瞬発力とパワーは驚異的な破壊力を秘めている。
ライジングチャレンジャー。その飛び上がる姿はまるで巨大なロケットのようである。ビッグバンフォース。攻撃を絶えず相手に叩き込む、爆弾を爆発させるよりも危険な奥義である。メテオドライブ。初歩的な奥義だが、その威力は絶大である。テンヤードダイブ。大会の中でも究極に属する奥義。この技を耐えきれた者は一人としていない。そんなわけで今回の大会も無事に終了したわけでござるが、涼子殿、いかがだったでござるか。本当にすごいですね。皆さん去年の大会よりも強くなってるし、私も負けないよう頑張ります。ところで半蔵さんはこれからどうするの？拙者は博士に頼んで、いろいろな時代の英雄たちに会っていこうと思っているでござるよ。私は日本だけでなく、カナダとかロシアとか、いろいろな国の柔道家と戦おうと思ってるの。お互い次の大会でどれだけ成長しているかが楽しみでござるな。そうですね。というわけで皆さん、またいつの日かお会いしましょう。それじゃあ。おいおいおい、そりゃねえだろ、リョコちゃん。せっかく俺が締めの言葉を考えてきたっていうのによ。だって風魔さんって一度喋ると止まらないんだもの。そうでござるよ。確かに風魔殿は忍びとしては素晴らしいものを持っているのでござるが、それ以外は問題だらけでござるからな。いやー、照れるなって。半蔵、お前終生のライバルである俺に向かってそこまで言うか。半蔵さんは主人公だからいいんですよ。いや、それは違う。ワールドヒーローズは俺と半蔵の二人で初めて一人前の主人公となるんだ。風魔殿は十分の一人前くらいでござるがな。あら、お前思ったよりきついこと言うね。ならどうだ、次の大会で優勝したやつが晴れてワールドヒーローズの主人公を名乗るってのは。あ、それっていいかもね。おお、そうでござるな。そうとなれば嫌でも負けられないでござるからな。よし、早速俺は修行に励むとするぜ。次の大会でもあっと驚く新技を見せてやるから覚悟しろよ。あら、私だって半蔵さんにも風魔さんにも負けるつもりはないわよ。それは拙者もでござる。それでは再び戦える日を祈って、お互いの精進を誓って。それでは皆さん、ごきげんよう。ところで風魔さん、さっき言ってた締めの言葉って何だったんですか？あれ、この間テレビでやってるやつなんだが、ババンババンバンバン、お風呂入れよ、ババンババンバンバン、歯磨きしろよってやつ。ちょっと、この間ってどのくらい前なんですか？まったく、その通りでござるよ、風魔殿。そういう時は、バイチャッっていうのでござるよ。あの半蔵さん、それもかなり古いんですけど。私マンデマンが神の声を聞く方法を特別に伝授するざます。まずは先進党相手に、あと10秒しかない。そこで毎朝毎晩の祈祷を欠かさず、あと5秒、つまり、修行の成果、あと10秒。それでは皆さん、ごきげんよう。
Fire.